理化学研究所のスーパーコンピューター富岳が計算の速さなど。性能に関する四つの部門で、世界で初めて三期続けてトップになりました。理化学研究所によりますと、スーパーコンピューター富岳は計算速度の部門で。毎秒四十四計、二千十兆回の計算をすることができ。 2位になったアメリカのスーパーコンピューターサミットにおよそ3倍の差をつけましたこのほか産業利用で使われる計算の性能のほか人工知能で活用する計算の性能それにビッグデータを扱う性能の各部門でも1位になりました富岳はスーパーコンピューター K の後続機種として理化学研究所と富士通が開発 今年3月から本格稼働し、新型コロナウイルスの飛沫の広がりの予測や治療薬の開発などに活用されています。4つの部門で世界1位になったのは、去年の6月と11月に続いて3回目です。